動画の視聴ありがとうございます。ここでは卓越ターゲット攻略講座禁止対策について説明します。こちらの卓越ターゲット攻略講座、こちらの周辺講座で禁止講座どういうふうにするかと言いますと、まずはインプット、禁止の解き方マスター講座というものをやっていきます。はい、こちらの方ですが、その下の方の文章を見てください。この講座では記述の解き方を学習し、それを問題を使って実体演習を通じて身につけていきます。講義では解き方はもちろん、実体の知識の確認や記述のテクニックも説明していきます。はい、実際にはこちらの講座では教材を使いながら記述の解き方からまず見ていきます。はい、これが不等法の解き方の手順になります。この手順に沿って普通の問題を解いていきます。でそれを解きながら、こういうふうにやるといいんだよ、こういうふうにやると合理的だよといった解き方を一から説明していきます。またつどつどこういったテクニック、これがあったらこういう行動をするといいよといったことも随時説明していきます。こちらの方は商業登記です。商業登記はこういうふうに動くといいですよ。また、こちらの方にね、何があったらこういう行動を取るといいですよ。そして、それだけでなく、各登記ごとどういう動きをすればいいか、この登記が来たらどういうことを検討すればいいか、それも実際の問題を使ってやっていきます。単純に座学ではなく、実際の問題を使って解き方を学んでいく、これは記述の解き方マスター講座というものになります。はい、でこの記述の解き方マスター講座が終わりましたら、それを実践していきます。こちら品質論点記述編、こちらを実践していきます。というのはね、実はこの記述の解き方マスター講座の問題は、これ昔のね、この品質論点記述編の問題を使っているんです。昔の、同じじゃないかね。なのでレベル感が同じなんです。なのでこのマスター講座の問題で解き方を学習する、そして同じレベル感の問題を解いて身についているかどうかを確認する。でその後12月以降になったら実力養成編、本試験よりやや難、先ほどより問題のレベルが少し上がる、ファイナル編公開模試、それで本試験レベルのものをやっていく。解き方を学んだ後レベル感を上げて演習を続けていく。これが卓越ターゲット攻略講座の記述対策の方になります。ぜひ実際の教材等を見て、見てね、体感してみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。